今週は宇佐美アナウンサーに代わっていきますよ。東京オリンピックニュース。はい、いいじゃないですか、これ。どうですか。いやー、今はね、なんかね、シェーがあったのかなと思いましたね。いやー、よかった。ジャンプを取り入れてみました。まだやってなかったかなと思って、先輩が。いやー、これもやっぱり結構いい刺激だな。いいですか。よかった、よかった。不安だったんですけど、どうでしたか。宇佐美アナウンサーの時より拍手が大きかったですね。そうですか。先輩ヒヤヒヤしてるんじゃないですか。ちょっとね、よかった、練習して頑張りましたね。よかった、練習したんですか。練習しました。そこ練習しないで、はい、ました。オンエアの方練習しようって。そうですね。もう早く本題に行きましょう。さあ、行きましょう。さあ、先ほどのオンエアではボートで夢のオリンピック出場を目指す大門智佐選手についてお伝えしましたよね。はい、まだ16歳だったですけど、ね、はい、はい、いろんな競技挑戦してましたよね。ウェイトリフティングやったり、すごいですね。しかもなんか男の人が好むようなラグビーも競技をやられてましたよね。そうでしたよね。バランスがいいんでしょうね。ちなみに松木さんはサッカー一筋でしたか。僕はね、野球かな。やってましたか。野球やってましたね。野球とね、缶蹴り。あの、それ大体やってます。大事、はい、そこから始まってるからね。確かに、そこから行きますね。そこからサッカーになったんですね。缶蹴り、こうやって缶をこうやって足の裏で押さえてたからね。いやいや、守る方なんですよ。守る、攻める方じゃないんですね。さあ、そして実は清水アナウンサー、はい、高校時代ボート部だったと。そうなんですよ、ボート部なんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです。スイスイグイグイやってたんですね。スイスイグイグイ実はやってないんです。あ、やってない。ボート部って工具だけじゃないんですよ。こっち。そうです、そうです、そうです。これを右左じゃないですよ、ね。応援してるわけじゃない。じゃない。あのコックスっていうポジションがありまして、コックス。はい、あのまああの大門選手一人乗り、はい、その一人乗りにはコックスはいないんですけど、4人乗りだったりすると、うん、こう舵を切りながら、まあいろんな指示を出すっていう役割だったんですよ。司令塔。そうそうそう。司令塔。だからその時からこの発声は鍛えられているということなんです。そういうことなんですね。でも全然ボート部なのに焦げないですよ。だからそうなんですよ。あら、そうなんです。そうなんです、そうなんです、うん。山本さん何かやってたんですか。私バレーボールをやってましたよ。そうなんですね。中高バレーボールでした。ずっと一筋？テニス、小学生の時テニスやってバレーボールに変わりました。はい。へえ、じゃあ転校して。転校して、はい、転校しました。うん、バンバン球技だね。バンバンね、球技がいいんだね。球技は、はい、アタッカーですか。アタッカーです。アタッカー。レフトです。はい。レフト。レフト。なるほどね。まあいろいろ本当にねやってきたということなんですが。はい、大門選手の VTR の中で私も気になったんですが、福岡県タレント発掘事業、ね、あれびっくりしましたね。ね、これありましたよね。今回そのプロジェクトについてさらに詳しく紹介していきたいんですが、放送でもお伝えしました、このプロジェクトでは小学4年生から中学1年生までを対象に世界を目指すことができる競技を紹介していくと、でこれ選考が始まったのは2004年度からなんですね。多い時には年間4万7000人もの子どもたちが測定を受けている。なるほど、すごい数ですよね。これでもね、いいと思いますよ。普通普段スポーツをやってる子だけがそのテストとかやるんじゃなくて、うん、いろんなお子さんをテストすることによって本当にこう秘めてる、確かに、うん、その運動能力を持ってる選手なんかも分かってくるから、うん、あ、なるほどね、だからすごくいいんじゃないですか。これ福岡しかやってないんですか。結構いろんな都道府県で行われてるんですが、福岡はかなりこう力を入れているということなんですね。で10年以上にわたってこのプロジェクトがついていて、合格者数というのが年間どれぐらいだと思います。合格者分からない。多い年では年間4万7000人、うん、まあ、受けた年もあったと、うん、はい、その中で合格者どれぐらいか、100人ぐらい。惜しい惜しい。50人から60人ぐらいなんだそうですよ。うわ、そう言おうと思ったんだよ。いやいや、最初から言ってください。いや、残念だな、ね、実は大門選手も2回落選して3度目の正直で合格したと、うん、そうなんですね、これほどの能力の持ち主でもやっぱり選抜メンバー入ることが難しい。やっぱその日の、ね、体調とかもありますからね。あ、確かにそうかもしれない。ただこの大門選手と同じく、うん、このプロジェクトに参加した選手たちの成績、うん、すごいんです、やはり、うん、こちらです、あ、やっぱりそうか。日本一になった選手35名、素晴らしい。世界大会出場選手25名と、こんなにいるんですね、うん、そうなんですよ、まあ、ライフル競技だったり、まあ、国際大会で銅メダルを取ったりしてる方がいらっしゃる。でも先ほど大門さん の、そのコメントにもありましたけど、はい、すごくいいコーチから、うん、この競技をやったら君はすごく伸びるよというふうに言われたっておっしゃってましたけど、うんうん、僕なんかもやっぱりね、その中学ぐらいの時に同じようなこと言われて、あ、そうなんですか、代表選手になれるかもしれないって言われて
やっぱりなんていうのかな、力が入るっていうか、やる気になっちゃうとかあるから、ね、すごく前向きに頑張れますよね。だからそういう部分もいいんでしょうね、気持ちの面でも。そうなんだと思いますよね。結果出てるんですね、はい、です。はい、さあそしてさらに皆さん、何でしょうか、もう一つネタを用意しました、はい、何ですか、まだある、パンこちらです。パンが出てくる、まあ、競技転向で大活躍したアスリートたち、ね、はいはい、まずは12回も賞金王に輝いたゴルフの尾崎雅史選手さん、ジャンボさん、ジャンボ尾崎さん、もともと野球選手 でこれはね、はい、有名ですよ ね、はい、甲子園でも優勝されているんですよ ね、はい、プロ野球の西鉄ライオンズに入団して、はい、その後21歳でゴルフに転向されました、はい、そして続いては岡本彩子さん、元ソフトボールの選手だったんです。有名ですよね、岡本さんも、ね、はい、しかもサウスポーだったね、ね、ですよね、そうなんですよ、はい、これきっかけがですね、国体優勝のご褒美でハワイ旅行に行った際にゴルフと出会ったのが転向のきっかけだと、何があるか分かりませんね人生ねえ、ワイハーですから、ね、ハワイに反応するとこじゃないですかね、それ、そうなんです。そして最後はサッカー元アルゼンチン代表の、うん、バティス・トゥータ選手、バティバティ、懐かしい、アルゼンチンの、ね、選手でね、98年のワールドカップ日本と1戦目やった時に、うん、もう最後ね点を取られたという、ね、やられました、やられましたね、ちょこんとちょっと、本当にね、懐かしいですね、そこはやられる、バティス・トゥータ、はい、うん、ちなみにここ何が入るでしょうか、はい、松木さんにそんな質問をするなんて、何が入るでしょうか、これはいきなりそう来られても困るよねこれクイズ、それはご存知ないですか、バティス・トゥータはサッカーの前はこれアルゼンチンの人ですから、はい、まあ、闘牛士かなんかあれどうしたらやないの、不正解ですね、うん、惜しくもなんともないです、はい、でも野球とかもうアルゼンチンはやらないから、うん、だからやっぱ球技でだと思いますよね、結構ね強いですよこの競技も、あ、そうですか、こういう感じです、え、わかんない、もう分かるでしょ、分かるですよ、分かってるんですよ、どのぐらいやるかなと思って、ね、確かに確かに、はい、バスケット、そうなんです、バスケットです、あ、体格もいいですからね、バティス・トゥータね、うん、だからやっぱりバスケットやってたのかもしれない、ですよ、転向したのは17歳の時と、そうですか、うわ、すごいですよね、いや、そう考えるとこう秘められた才能というか、うん、いいんですよ、ね、何に向いてるかって分からないもんですよね、分からないですし、いろんな競技をやることでその競技でなんか培ったいいバランスだったり筋肉の使い方だったり、うん、そのねバランスの取り方だったりっていうのが、はい、その他の競技に行った時すごくプラスになるっていうケースが多いから、だからいろんな競技を若いうちからねやるのも一つの手だと思いますよね、そうですよ ね、うん、そうですよね、一筋もいいですけれども、はい、そういうことです、いろいろ経験してやってね、うん、そうですよね、特に、まあ、柔道とか、はい、空手とか、うん、こういった競技をやってサッカーサッカーに入ってきた選手なんかすごくやっぱり両足のバランスいいですから、だからもう空手もやっぱり片足で立ったりするじゃないですか、はい、そのバランスなんか考えるとやっぱサッカーの競技にそのままつながってるっていう場合もあります、軸がしっかりしてるんですかね、はい、でヨーロッパの選手はねあのクラシックバレーとかやるっていう、やっぱり体幹をこう鍛える、ね、そうですね、これ東京オリンピック5年後ですけどね、うん、今違う競技やってる選手が別の競技で東京オリンピック出る可能性だって十分あるってことですね、ありますよね、昔あの東京オリンピックの時に、はい、あのカヌー競技が人がいないから他の競技からカヌーに行った人なんかいますからね、そうなんですか、いますいます、そんなこともあるんですね、あるんです、ですから、まあ、競技人口の少ない競技なんかに当時は、うん、変わったケースもありますけどね、まあ今は ね、 そうですね、もう相当素晴らしい選手がいますから、はい、はい、まあ、ですからあのまだ自分に合う競技に実は出会っていない子どもたちたくさんいるかもしれませんのでね、俺も探そうかな今から今から調べますか、ちょっと探そうかな、もしかしたらタレント発掘事業応募してみて、はい、ね、親御さんちょっと一度測定だけでもちょっとチャレンジしてみるといいかもしれませんね、うん、はい、東京応援宣言毎週土曜深夜0時15分からお送りしています、ぜひご覧ください。